赤が大好きなブンブン川川文川です。今日はここに7種類の赤ピンク系の川小物たちを出してみました。おそらく私が持っている赤ピンク系の川物はこれで全てかなと思います。それでは一つずつ順番に紹介していきます。まずこちらイルビゾンテのキーケースです。フラップ型のキーケースなんですけれども、こう革がちょっと斜めにカットされていて、こう真っ直ぐじゃないんですよね。だからボタンもちょっとこう斜めな配置になっています。このキーケースもう何年使ってるんだろうって、これ6、7年使ってるんですね。で、もともとこの革の裏面、底面って言うんですけど、ここが革のそのまんまの状態、例えばこのデスクマットとかみたいな、こういうそのまんまの状態、ツルツルになってない、底処理がされてない状態でした。で、あまりにもボソボソな感じがすごかったので、自分でタコノール塗りました。で、ちょっとツルツルにしてるんですけど、それでもまだちょっとポソポソ感が出てきたり、あとは使い込んでから塗ってしまったので、その汚れがそのまんま、その床面のこのポソポソの状態でついた汚れとかがそのまんまこう伸びてしまって、結構な感じになっています。これよりもさらにコンパクトにできないかなと思っているので、何かいいものが見つかったら買えるかもしれません。小さいバッグとかが主流になってきてるのに、手帳とか入れたいから、なかなか小さいバッグにする限界があって、少しでも物を小さくしたい、コンパクトにしたいっていう気持ちが強いんですね。なのでこれも何かいいものが見つかったら買い替えると思います。よく使ったなという感じです。これキーケース落としちゃったことがあって、で、まあちゃんと落とし物で届いたから帰ってきたんですけれども、やっぱり革のキーケースを落としたらショックだしっていうこともあって、まあ家の鍵もついてるし怖いしっていうのもあるんですけど、このマモリオっていうこういうのつけてます。ただこれつけてからまだ落としたことはなくて、で、これ2台目なんですけれども、これももう電池切れになっちゃってると思うので、また付け替えなきゃいけないなっていう感じです。イルビゾンテってそのお財布とか結構たくさんあると思うんですけど、意外とお財布のこの革の薄さに対してホックがきつくて開けるときに破れちゃいそうみたいな、そういう感じのものとかもあって、ちょっとその辺は抵抗があるんですけど、このキーケースは割と革の厚みとホックの感じがバランス良くてとても気に入っています。あとは革物じゃなくて普通に小物ですね。前にマグカップイルビゾンテ使ってたり、あとは水筒をイルビゾンテのものをもう何年も使ってます。で、水筒のゴムのパッキンがあると思うんですけど、あれとかがその結構汚れたり劣化してきたりした時に、同じものを探すって結構大変だったんですけれども、イルビゾンテに問い合わせしたらそのパッキンだけ取り寄せてくれるとか、そういったフォローとかもちゃんとしてくれるので、そういったところでもイルビゾンテいいなと思ってます。ということで、一つ目はイルビゾンテのキーケースでした。こちらです。こちら確かイタリアンレザーの革だったと思うんですけれども、ペンケースです。今は違うペンケース使っちゃってるので全然使ってないんですけれども、2年くらい前まではこのペンケースを使っていました。これもやっぱりこのキーケースと同じぐらい長く使っているアイテムだと思います。船型っていうのかな、こういう形をしていて、ペンもそれなりにたくさん入ります。で、これもやっぱりこの床面がボソボソになってきちゃったので、自分で床ノールを塗って毛羽立ちを落ち着かせています。普通に使ってたので、こういった感じで結構シミとかもついてますね。水に濡れてしまったシミ、傷なんかも結構たくさんついてます。使い道なくなってしまったんですけれども、長く使ってしまったので、なかなか手放すに手放せず、ずっとこのまま使わずに持っているっていう感じです。で、3つ目、ペンケースつながりで、今使っているペンケースがこちらになります。アラスカレザーのペンケースです。こちら前に動画で出してるんですけれども、ゴーストプラントレザーワークスさんのペンケースです。エンベロップ型のペンケースで、ここがホックになっていて、広げるとこんな感じでペンが今5本、それから定規が1つと消しゴム1つ入っています。これに関しては前に動画で出しているので、詳しくはそちらを見ていただければと思います。アラスカレザーを使っているので、エイジングが結構早いです。まだちゃんと使い始めて1、2ヶ月程度なんですけど、こんな感じで結構濃い部分が
出てきたりしてますよね。これがさらに全面に広がっていくのかなと思うととても楽しみです。この片手でギュッて握れるこの持ちやすいこの形状っていうのもすごくお気に入りのポイントです。続いて4つ目です。4つ目こちらブックカバーです。こちらルガドーという革です。ちょっと今までのこの革ともまたちょっと違った感じがあると思うんですけれども、ちょっとアンティーク風な感じがあるかなと思います。こちらベルギーのタンナンさんが作っている革です。ベルギーってタンナンさんが1社しかないらしくて、そこが作っている、まあ、最高級レザーということです。牛のショルダーって、まあ、首から肩にかけての部分なんですけれども、そこの革を使っているので、このような感じで虎模様が結構たくさん出るんですね。プロッターで言うとプエブロとかもショルダーの部分使っているので、結構虎模様入ったプロッター当たる方多いのかなと思います。そこと同じ部位なのでルガトーもこう虎模様がたくさんあるんですけれども、この虎模様を生かした革っていうのが特徴で、この風合いとか見てもらうと、まあ美しさがわかると思うんですけれども、まあこの美しさから革の宝石と呼ばれている革でもあります。もともとこうスムースなレザーなので、結構傷とかたくさんついてます。このブックカバーはミンネで購入したんですけれども、ここは真鍮製の金具がついていて、まあ結構ここ色が変わったりもしていますし、あとはこのしおりですね。しおり紐、チャームも紐も使ってるうちに取れてしまったので自分で付け替えをしています。今はカメラになってます。でこれもやっぱり革の床面が使っていくうちにポソポソになっちゃったので、自分で床ノールを塗って整えています。この内側の部分ですね、この辺とかは割と元の状態に近いんですけれども、エイジングして革がすごい柔らかくなってます。こっちはまだちょっと張りみたいなのが多少あるって言えばいいのかな。この辺は触らないと何とも言えないかもしれないんですけど、若干違いがあります。ということで4つ目はこちらブックカバーでした。でここからがプロッターになります。5つ目はこちらです。プロッターのリス仕様のナローサイズです。色はワインです。一番お気に入りの手帳はどれですかって聞かれて、これですって答えたんですけれども、本当に気に入ってます。結構黒いのが混じっていると思うんですけれども、これはちょっとアンティークカスタマイズ施しているプロッターなので、他の一般的に販売されているリス仕様のワインとはちょっと風合いが異なります。裏側もこんな感じです。特にここの面とかすごく好きなんですよね。前に紹介した茶色の革物に比べて、この赤系の革物すごい多いと思うんですけれども、私は結構この赤系が好きで、こういったワインとかボルドー色ですね、こういった色味がすごく好きです。なので一時自分の身の回りの革小物を赤で揃えようかなって思っていたので、このブックカバー、それからキーケース、そしてペンケースと、こんな感じで赤のものをたくさん持っています。プロッターの沼にハマってからはいろんなプロッター買ってるし、結構色はチグハグしちゃってるんですけれども、やっぱりこの今回この色ごとに革物を紹介する企画を見ると、やっぱり同じ色味で統一しているってすごくまとまりがあっていいなと思いました。またこうやって統一して揃えてみるのもいいかななんてちょっと思ったりもしています。このバックプレートがピンクゴールドなのが本当にいいですよね。これがこのバイフルだったらちょっと大きいけど、ナラオだとこのスタイリッシュな感じで、後ろから感じ取る高級感っていうのとすごい合ってますよね。バイフルだったらもうちょっと横幅がある分ポッテリしてるんですけれども、ナラオのこのスタイルの良さ、そしてこのリス仕様の革が醸し出す高級感がすごく相まって好きです。今は5行日記と服薬記録を書いています。ということで5つ目はプロッターのリス仕様ナローサイズのワインでした。6つ目はこちらです。こちらプロッターのアラスカレザーの英語サイズです。こちら名古屋のポップアップで登場した限定の革になります。自分で好きな革の色を選んで、それからリングと金具を選んで作ってもらったプロッターです。色味はラズベリーです。先ほど紹介したゴーストプラントレザーワークスさんのこちらのペンケースはピンクなので、また
色味が若干異なります。このペンケースに関しては変形とかそういったことを防ぐためにも割と脂肪感の少ないところが使われているんですけれども、ブロッターはまあ一枚側のこうパタンとするだけのとてもシンプルな構造なので、大胆にこのいろんな部位が混じっていたと思います。A5 サイズと一番大きなプロッター購入しているので、この革の面積もとても広いんですけれども、1枚のこの面積の中でも場所によって全然風合いが異なってすごく楽しいです、うん、私はどちらかというとこのしぼしぼな感じのところよりもこの辺のところとかがすごく好きですね。ちょっとしぼがあってでもスムースもあってで色が濃くてっていうこの部分がすごくお気に入りです。3月か2月がポップアップだったと思うんですけれど、それからまあ3ヶ月4ヶ月ぐらい使ってこのホンガバリングサポーターのこの跡がちょっとこうつき始めてきましたね。これもすごくお気に入りの一冊です。最後7個目ですね。7個目はこちらです。これもプロッターです。ちゃんとプロッターのシルクスクリーン入ってますよ。ちょっと見づらいかな。こちらはマウスパッドです。プロッターのイベントで時々登場するんですけれども、イベント限定の革に合わせてこういったものが時々出るんですけれども、このプロッターのイベントの中でめちゃくちゃ破格です。 SC 用のグリーンも持ってるんですけど、それも1000円です。普通のリス仕様のレザーバインダーとか持ってると、リス仕様って結構高級なこう立ち位置にいるので普通に1万2万とするんですけれども、このサイズのマウスパッドがリス仕様1000円です。その時によってこの革の種類とか色とか異なるんですけれども、またもしこういったものが出る機会があったら買いたいと思ってるし、皆さんもなんかお得かなと思います。でまあ私マウスパッド2個持っているので、週替わりとか気分で今日は緑、今日はこっちみたいな感じで使い分けたり、あとは写真撮る時の敷物として使ったりしています。これはプルアップレザーで、私が持っているプルアップレザーのバイブルサイズの色違いです。こんな感じでちょっと曲げるだけでオイルが移動して白っぽくなってくる感じがあると思います。こういったのも面白いのかなと思っています。マウスパッドも一枚一枚やっぱり結構個体差があって、張り感の強いもの、柔らかいものとかがあって、この私が選んだこの子はすごく張り感の強いタイプでしっかりとしています。プロッターのイベントってこうみんな使ってくれてる人への感謝みたいな感じのものもあって、ちょっと破格で買えるものみたいなものもあったりして、そういったのも楽しいです。リス仕様と並べてみるとこんな感じです。このプルアップの方がちょっと紫系の要素がありますよね。どちらもすごく好きないい色です。赤ピンク系の革小物7点って言ったんですけど、もう1個ありました。それがこちらです。アブラサスの薄い財布です。ボルドー色だったと思います。ガラスレザーというもので、革の表面に光沢がある革です。横から見ると分かると思うんですけれども、本当に薄いお財布です。ここが小銭入れで、カードを入れるスペースがあって、お札を入れるスペースがあってという感じです。とにかく薄いお財布が欲しくてこちら購入しまして、休日小さなバッグで出かけるときはこちらを持って行って、仕事とか大きなバッグ使うときはサフジのお財布を使っているっていう感じの使い分けになっています。このスリムさはとてもいいんですけれども、ガラスレザーって結構この汚れが気になるし、結構傷もくっきり目立つんですよね。小銭は一応この500円玉1枚、100円4枚、50円1枚、10円4枚、5円1枚、1円4枚だったかな、そういった組み合わせが入るはずなんですけれども、例えばお釣りで500円玉ないんで100円玉でいいですかみたいな時とかあるじゃないですか。ああいった時とかにこう予期せぬこうパンパンになっちゃうこととかがあったりして、ちょっと容量が少ないなっていうところはありました。でこうやってなぞるだけで結構その指紋、自分の指の脂とかがつく感じで白っぽくなるんですよね。それとかも結構気になるので、ガラスレザーのリピートはないかな。このガラスレザーってエナメルっぽい革なんですけれども、
私はやっぱりこのブライドルレザーを知ってからブライドルレザーが好きなので、ちょっと次はブライドル系の革で探そうかなって思ってもいます。ということで8つ目がありまして、8つ目は薄いお財布でした。ということで今度こそ終わります。